疲れ様です。未来とデザインの垣内です。今日は開発環境がどこかの現場に入る前に知っておきたい基礎知識っていう内容で動画を撮っていこうと思ってます。で、この動画の目的なんですけど、どっかを使うための最低限の知識を知ろうっていうのが主な目的になってます。動画の構成は今目次にあるような順番でやっていきます。1番2番で、まあ軽く Docker の概要と実際に Docker 使ってみて、その後から基本的な Docker の知識を説明させてもらおうと思います。で、まず Docker とは Linux 上で動くアプリケーションなんですけど、サーバー内、 Linux のサーバー内、まあ一つの PC 内に互いに影響しない環境をボコボコ立てていけるようなものになってます。で、Linux のサーバー内にもう一個、イメージ的にはサーバーが立ってて、そこには Apache とか PHP が入ってるようなサーバーがもう一個立って、で、もう一個 MySQL が立ってるサーバーがあるよとか、まあ他にも Ruby とか、まあいろんな環境を Linux 上に独立した環境を作っていけるっていうようなアプリケーションになってます。で、大体その、自分の開発環境として使うときは、自分の PC に立てたいんですけど、まあ、自分の PC、Linux じゃねえよっていう人がほとんどだと思うんですけど、まあ、Mac とか Windows でもその Docker が動くように、まあ、Docker デスクトップっていうようなアプリケーションがあって、まあ、大体の人は、自分の PC で Docker を動かすときはそれを使ってるんじゃないかなと思います。まあ、この URL から、インストールできるんで、まだインストールしたことがないって人はぜひやってみてください。ここからはちょっと余談になるんですけど、まあ、あのどの PC でも同じ環境を立てれるよっていうのが、あの独立した環境を立てれるよっていうのが、まあ、どっかのいいところなんですけど、まあ、厳密にはあのその動かしている PC、動かしてるホストの OS、 ホストのサーバーの OS に依存してて、まあ、Mac とか Windows とか Linux とかで、まあ、若干動きが異なったりすることもあるんですが、まあ一旦は気にしなくていいと。まあ、なんでたまにその M1 の人は動かないとか、 Windows の人は動かない、 Mac の人しか動かないみたいなこともまあありえます。なんですけど、まあ一旦は忘れてしまって、そういうこともあるよっていうことだけ覚えてもらってたらなと思います。で、Docker のメリット。まあ、これは2つあるんですけど、まあ、べき等性と独立した環境の2つが Docker のメリットになります。で、べき等性っていうのは何回実行しても同じ結果になることをべき等性って言います。どの PC でも、どのサーバーでも、まあ、何回立てても同じになるっていうことができます。で、独立した環境っていうのは同じPC、自分の PC に何個環境を立てても、それは独立して、互いに干渉することはないです。それが実際にどうやって役に立つかっていうのを、まあ、今から説明していきます。で、まあ、まず、べき等性なんですけど、まあ、まずは、チーム内で、チームのメンバー間で環境を統一できるっていうのが一つのメリットになります。まあ、A さん、B さん、C さんっていて、それぞれ PC 持ってて、PHP の 7.2 でしか動かない、アプリケーション、まあ、コードが存在したとして、まあ、B さんが頑張って自分の環境で PHP7.2 で、動くコードを作って、じゃあこれちょっとチェックお願いしますってなっても、A さんと C さんの環境では、PHP のバージョンが違うんで動かないよってことが起こり得ます。なんですけど、まあ、Docker 使えば、PHP2 の環境をみんなの PC に同じように簡単に立てることができるんで、みんな同じ環境で開発ができるっていうのがメリットの一つですね。で、メリット二つ目なんですけど、開発環境とステージングと本番で、まあ、それぞれの環境を統一できるっていうのがあります。これが統一できないとどうなるかっていうと、さっきの A さんの PC、B さんの PC の話じゃないですけど、まあ、ステージングでその PHP のバージョンが7だけど、本番では5だったとか、ステージングにはこのライブラリ入ってるけど、本番にはない。みたいなことになって、せっかくそのステージングでテストしても、本番に上げたら動かない。みたいなことになってしまうんですが、
Docker を使えば、それが簡単に統一することができるというのがメリットの一つになります。で、メリット三つ目。これ独立した環境のメリットなんですけど、一つの PC 内でプロジェクトごとに環境を分けることができるっていうのがあります。今日はその案件 A で、明日は案件 B のコードを書かないといけないとか、案件 B を担当している人からこのコードちょっとレビューしてくれみたいな話があって、今すぐ案件 B の環境にしたいっていうような時が、複数のアプリケーションを開発しているような現場だとそういうことがよくあります。もしこれが、独立した環境を同じ PC 内に立てれないと、案件 B のコードを書いてるときに、案件 B のレビューしてくれって言われると、一回 PHP のバージョン変えてとか、ライブラリが入ってることを確認してとかっていう、そういう、開発環境を切り替える作業が発生することになって、他を使えば、そういうのがコマンド一つで、案件ごとに環境をポコポコ立ち上げて、切り替えることができる。っていうようなメリットがあります。次は、実際に、Docker を使って、いきなり Docker Compose とかっていう言葉が出てきたんですけど、後で説明することになるんで、今回、ここでは一旦、Docker を使ってどういうふうに、環境を立ち上げるのかっていうのを、さらっとお見せしたいと思います。で、次に、実際に Docker で自分の PC に開発環境を構築していきたいと思います。で、今回 WordPress の環境を、Docker の公式のサイトを翻訳してくれた日本語のサイトがあるんで、そちらを参考にして、環境を立ち上げていきたいと思います。で、まず、適当にディレクトリを作成します。で、そのディレクトリに移動して、ここにある Docker Compose YAML っていうファイルを作っていきます。サクッとコピペしちゃって。で、Docker Compose YAML を作成した、ディレクトリと同じ階層で Docker Compose App-D っていうコマンドを打ちます。すると、インストールが始まっ、各ライブラリとかのインストールが始まって、コンテナの、Docker での環境が立ち上がるんで、インストールが終わってから動画を再開します。はい、じゃあインストールが完了しました。ここで、Docker コンテナ ILS って打つと、今立ち上げた環境を見ることができます。で、今回は、ローカルホストの8000番に、環境立ち上げたんで、実際に立ち上がっているかどうか見ていきましょう。はい。で、ローカルホストの8000番にアクセスすると、今、ワードプレスの環境が立ち上がっているのがわかります。で、これで簡単に環境を、ワードプレスの環境、開発環境を自分の PC に立てることができました。はい。で、今、僕の PC の中どうなってるかっていうと、Docker デスクトップ、Docker for Mac で、Linux の活動マシンに立ってて、Docker エンジン動いて、PC にインストールはしてないんですけど、各環境ができてて、Apache と PHP と WordPress が入った環境と、MySQL が動いてる環境っていうのが2個できてる状態になってます。これ、今何が起こったかっていうのを、初見もし、Docker 触ったのが初見の人とかがいたら何が起こってるのかわからないと思うんですが、それを今後の説明動画で分かるようになっていけたらいいなっていう感じで動画を進めていきたいと思ってます。